お疲れ様でございます。コインゲッコの暗号通貨ニュースでございます。今回もですね、マーケットサイズはそれほど変わっていないんですけども、ものすごくね急回復している主要コインがありますんで、そちらの方を注目していきたいと思います。まずはいつものように上場しているコインをちょっと漁ってみようかと思いますけども、コイン 14,911、 つまり昨日から今日にかけても10種類ぐらいの上場が完了したってことになります。こんなニュース、皆さんインフルエンサーから入ってきます？皆さんのお気に入りの YouTuber さんは当たりもしないコインのことはね、長々と喧伝して買いましょう、頑張りましょうね、これで送り人ですとかいう割には、今日も昨日も10種類ぐらいのコインが上場していることには全く触れてないんじゃないですかね。当然この上場した10個のコインの中に、まあ、100倍とかね1000倍ってコインは含まれてるわけなんですけども、こういうのってあんまり知られてないですよね。だから知られてないからこそ上場利益ってのがあるわけなんですけども、そのロジックってのはもうそろそろね、皆さんの心にもストンと落ちた頃だと思います。そして取引所1152と、こちらの方も増えておりますね。これどこがどういう取引所が増えてるのかってやるとね、まさにすごい時間がかかりますんでね、まあ増えたという現実だけ受け止めていただければと思います。ちなみにこうクリックすると、今コインゲッコの中で、紹介されている1152の暗号通貨の取引所を知ることができます。そして時価総額370兆円がそこだっていうふうに私は申し上げてるんですけども、まだそこまで来てませんね。いやいや、まだまだ時価総額ぐいぐい上がって430兆円伸びてほしいですね。さあ、そしてビットコインのドミネーション 50% を超えまして 50.7 です。もう一息じゃないですか。 51% ぐらいになるとね、なかなかビットコインの占有率も上がってくるってことなんですけどね。イーサリアムは変わらず 16.7 ということで、もう一息かなと、これも、まあこういうふうにね、まずはここをねしっかりと見とかないと暗号通貨のことは分かりませんよということなんですけどもね。はい、そして注目の伸びしろコインなんですけども、まあこの3つ結構ね伸びてますけども、私の基準で言うとまだまだですね、注目には値しません。やっぱりまあ100倍、そうですね、300倍とかね、500倍とか1000倍ってのを見たいですね。そういうのを今までも紹介してきたんですけども、まあ 100% 以下のコインっていうのはね、なかなか注目に値しないかなっていうところがあります。さあ、そして暗号通貨ですけども、ほらイーサリアムまだ50枚いってないでしょ。ドミネーション上がってないわけですよ。それからね、ものすごく注目してるコインの一つがリップルです。リップル急に86円99銭と90円につけてきたわけですよ。この急騰ぶり見てください。そしてもう一個はカルダノです。このカルダノの回復力も凄まじいですね。もう70円になりそうです。だって全体のこの暗号通貨の時価総額っていうのは370兆円もいってないわけですよ。370兆円の頃にカルダノってのは今までねどのぐらいいってたかっていうと、やっぱりね65円とか60円とかなわけですよ。でも今360兆円にもいってないのに、カルダノだけごぼう抜きで70円に迫ってます。リップルも同じですけどね。だこういう時に全体のマーケットとは関係なく独立してこのカルダノのプロジェクト、リップルのプロジェクトが進んでるってことが見えてくるわけなんですよ。つまりは相対距離で測っていくってことなんですよね。まあその辺をちょっとね気にしていただけると、なかなか暗号通貨評価しやすいんじゃないかなというところでございます。さあ、他の記事もありますのでちょっと見てみましょうか。こちらがカルダノニュースのホットな話題でございます。あの XRP、 ソラナ、カルダノ、この3つの暗号通貨、ソラナは先ほどね紹介しなかったんですけども、 XRP とカルダノについてはその値動きが独立して凄まじいってことは分かったと思います。これはですね、 ETF が間近に控えてるからなんですよ。前回ね ETF で揉めた問題ってのがありました。特に去年ですけども2023年、 ETF の承認が下りるかどうかでリップルが値上がりするかどうかってところで、見事売額をつけてですね、ETF の承認と同時に XRP を高値で売り抜けたっていう経験は、この放送をご覧の皆様もね、結構多くの方が体験されたことだと思います。儲かったでしょ。で今回そのまた新しい流れが来ます。今回は XRP がさらなる ETF 問題、ソラナ、カルダノ、この3つの通貨についてです。これリップルの CEO がねこうやって喋られてるところだと思いますけども、まあ、つまりねこの3つの暗号通貨は ETF 問題をクリアしてさらに値上がりするんじゃないかなってことが伺い知る、まあ、そんなねニュースになってるわけですよ。細かくはね今回読んでると時間がなくなりますけども、また別の機会を持ってねこちらの方記事の解説をさせていただこうかと思います。今回はこういったニュースがありますよってことを合わせてお届けしました。どうですか、体の今のうちに何とかしませんか。
というふうなね、私の個人的感想でございます。それでは今回以上です。